おはようございます。あ、おはようございます。いいっすね、いい挨拶っすね。ありがとうございます。すごい礼儀正しい人は人間として尊敬できる。へへへ。いいっすね、本当に挨拶してくれる人ってマジ素敵っす、栗田さん。へへへ。なんで笑うの？いや、ちょっと喜び方可愛いなって思って。いいっすね。陰キャ君の方が可愛いよ。草。いい。なんかこの部屋殺風景だね。確かに。ダイヤモンド1個しかない。飾るものないの？じゃあ、僕たちが家具になろう。確かに。僕たちがこの部屋を彩ろう。お、陰キャ君が自分のポジションを見つけたようだ。じゃあ僕ここにしようっと。すごい、みんないい感じに散らかってるから、魔法陣みたいな形になってるよ。すごい、コンビニがある。よし、何買おうかな。いらっしゃいませ。待って、コントすんのこれ。じゃあ、マジ？唐揚げくん一つお願いします。コーラだ。ちょっとでかいよ。コンビニ、コンビニと同じぐらいだね、サイズが。コンビニごっこしてる。あ、ポップコーンだ。映画館やん、もう。わあ、ポップコーンもあるし、食べ物いっぱいだ。そこまで食べ物あんまない気がするけど。まあ確かにいっぱいだね。あ、ポップコーンが歩いてきた。ね、なんで隠すの？顔を見渡するな。なんで隠すの？あ、でも、栗田は栗だから、栗ポップコーンとかどう？謎に。あ、マロンだ。そうそう、マロン。マロンポップコーン。いろんなものが生まれてってんだけど。主さんは何に変身するのかな。なんか謎の期待が。楽しみ。よし、じゃあ、みんなでコンビニごっこしよう。いいね。じゃあ、僕お客さんやる。じゃあ、誰か店員役やってもらっていいですか。あ、じゃあ、主さん、店員さんやろう。ウェイ。いや、お腹すいたな。誰か近くにいいものないかなって思ったら、お、コンビニがあるじゃん。入ろうっと。ウィーン。あ、いらっしゃいませ。このコンビニには何があるのかな。ちょっと見てみようと。お、目の前コーラがある。おっきいな。まあでも確かに、大いに越した方がいいと思うから、このコーラ買おうっと。まあでも飲み物だけだったら、お腹すいちゃうから、何かないかなと思った。なんだこれ。商品が見えない。あ、見えた。これはスティックチョコ。でかいな。非常食に困らない大きさ。じゃあこれも買おうかな。よし、じゃあ店員さん、この2つ買います。ちょ、店員さん、これいくらですか？分からん。我10万円です。高いな。まあでもこんだけ量入ってるから仕方ないっちゃ仕方ないな。でも僕お金ないよ。お金がないのにコンビニ。なんか今200円しかない。中学生の所持金ぐらい。お小遣い持ってきた。お腹空いたからお母さんの肩もみして一生懸命食べたお金なんだ。もうなんかそんな甘くねえんだよ。うるせえ。やっぱり君のこと買わない。あっち行け。あの、コーラいくらですか？いや、なんか無駄に高いんだけど。高いよ。お家帰るよ。